はい、ということで雪マップやっていきます。これリキト、これ知ってる？これいきなり最初に絶望みたいな位置にこれいるんで、これベルリンの高台。ベルリンじゃねえよ。あ、そう、でもさ、でもさ、うん、そのドイツとかロシアとかそこら辺のロシアじゃないかな、多分。あとチェコとかかな、的にチェコ。あー、チェルノブイリってどこだ？てかチェルノブイリはソ連ですね。つまりロシア。ロシア、今ロシア領だよね。え、あ、ちょっと待って、間違ってない？まあ、チェコみたいなノリの。なんでチェコ？あ、ウクライナだ、ウクライナ。そう、ソ連だから今は違う、確か。そう、違う、違うんだ。もう、あの、ウクライナになってる。チェコって、別にロシア要素ないよ。いや、違うんだよ。あの、チェコってだって言葉ですよ、言葉。What？ いや、なんか、そういうノリあるよ。ちょっとごめん、何言ってるか分かんない。ちょ、あれってかさ、俺思ったより小島じゃね？チェコって海ない。海ないよ、そもそも。え、そうなの？うん、海に接してないはずよ、チェコ。そう、チェコって確かドイツ系だよ、確か、リキさん。でもそんなノリ悪くね？チェコってプラハとかでしょ？いや、ソ連に侵攻されたのはあるから、その侵攻されたから、そのソ連っていうイメージはあるかもしれないけど、あと共産主義政権だったから、まあって感じじゃない？あー、そこにあれあるよ、見てみて。え、表面にほらほら、チンコ。え、奥にコスモドロームでしょ。え、何の話してんの？いや、でかいのコスモドローム。トドローム、コスモドロームっていうなんか場所。チェコとかガバガバだな。何があるかわからん。チェコの名産ってなんてか、なんでチェコについて調べてるのかわかんないよ、もはやイメージなさすぎてわけわからん。北方領土とかじゃねえ、これ北方領土グラウンドだよ、これ。こんなそうそう、プレイヤーアンノンズ北方領土グラウンドで、これ。大丈夫なの？いや、もう別に、まあ、北方領土グラウンドってだけだから。北方領土は結局どっちの領土なの？諸説ある。諸説ある。結局でも日本人住んでるの？日本人は住んでないでしょ、もう。でも日本語喋れたりする人がいたりするんじゃなかったっけ？違うんだっけ？それはいるんじゃない？ある程度は通じたりする人もいるんじゃない？確か北方領土の人ってほとんどがその一つの漁業の会社に勤めててみたいなノリだった気がする。だって、あれじゃない？だってカニとかベーリング海行くじゃん。ベーリング海は分かる？分かんない。ベーリング海は大西洋、あの太平洋、なんかアメリカの左上端とロシアの右上端の間のベーリング海で、テレビでやったやつね。命がけのカニ取り、落ちたら即死する、死亡みたいな。なんかさ、冷たすぎて落ちたら死んじゃう、なんか痙攣して泳げなくなるみたいな。そう、でも死亡。リサもカニ漁行ってこよ、カニ漁。でもなんかめっちゃ給料はいいらしいね。でもその代わり確か、それいいんじゃない？でも死ぬの嫌だな。ワンチャン死ぬよ。てかそもそも多分ね、俺吐いてそう。何、どういうこと？物ないんだけどな、あっち。何？クメのルミコさんが5万円スパチャ。ルミコさん大丈夫？これママフォンとかで勝手にやったりしてない？ママフォンこっそり課金？いや、なんかこれ、マママネーとかじゃない。大丈夫ルミコ？大丈夫。本当にルミコ本人か？味を覚えた。本当にルミコ本人かそれ？大丈夫それ？怖いんだけど。何この請求って言われるよ、ママに。大丈夫？クンさんにあげたんだよって。はぁって。いや、お前クンさん主審にスパチャしたんだよって言ってがぶち切れて、怖い怖い、何よあんた主審ってとかって言って、あんたおかしくなってんじゃないのって言われてるのが、クルメタケシ。ルミコさんありがとう。おー、 G36C と M24 の装備の組み合わせでいきますか。 KR やるよ。いらない？ SKS あるからいいや。はい。おい、リキさん、物資行く？落ちてますよ。物資に行こうとしてもなんかしょうもない気するけどな。俺たちが到着する頃には絶対空っぽになってる、敵すらもいないみたいになってるから、もういいんじゃね？まあ、じゃあね、残りカスもらいに行こうぜ、ゆっくり行って。そうするか。安全になってから残りカスをもらう。ここ見たことあんな、過去に戦った記憶が。なんかあんまりいい思い出ないな。見えるよ、ほら、左正面、頭が。本当だ、チンコ。まあ、もう手前のさ、なんか崩れかけてるビルみたいな、なんなのこれ。チンコ格納器でしょ、多分。コンドームだよ、リキ、これが。あ、そうだよ、だってあれ、パッケージ、コンドームのパッケージ。じゃコンドームそのものだ、これは。この中にだってチンコさ、しまっとくんじゃないの。でもそれが爆発で、多分失敗したんでしょ。あれ？あ、武士あった、武士あった、普通に。もっと遠くかと思ったけど。しかも普通に漁ってない。何入ってた？やばい。リキさん、グローザ使う？
や、いいや。え、いいの？え、36シート焦がしとけば。すさまじいな、俺の装備今。約束されたドンカツ。いや、これ約束されてるよ、この装備、かなり。どうせ行ってみる、ここ。いや、もうエリア外ですよ、リキさん。またのお楽しみだな、チンコは。なんだかんださ、行ったことないね、多分一回も。多分行ってない。このゲームはやっぱ、昔から変わんないね、走り方といい、モーションが。なんか、フォートナイトとかって結構荒れるじゃん、アップデで。BBG そんな、そんな荒れるアップデなくない？初期から比べてもなんか、そこまで差はないよね。まあ背景はもちろん変わってるけど、なんか別にその人がの動き方は全く変わってない。フォートナイト今結構荒れてるよ、なんかラジカセとかで、まあ、新年浮かれすぎてパーティーやりすぎちゃった感。忍者とか怒ってたじゃん、なんかこのゲーム壊れたみたいな。忍者そう、いや危険壊れたんじゃなくて、その飛行機にガチガチだ忍者が。ああ飛行機で壊れたって言ったよ。そうそう確か、そうそうそう、3歳児でもブーストするから3歳児でも勝てる、なんか勝て、あのトッププレイヤー倒すことができるっつって。逆にでもさ、バトルロワイヤルゲームってそういうゲームじゃねって気するけどね、うん、だってそれ嫌だったらさ、なんかもっと遅すぎ説、もっと格ゲーとかさ、そういうのだったら絶対勝てないじゃん。強い人が絶対に弱いって人倒せるゲームだったら多分流行ってないと思う。むしろしょうがないっていうか、そういうもんじゃねって気がするけど、そこのバランスを今はフォートナイトもなんか模索してる感はある。勝てないと絶対みんなやめるからね。多少優勝できるぐらいの可能性がないとやんなくなるよ多分。見えないな。いた、うん、いた、うん、いたけどちょっと遠すぎる。わかんねえ、しょうもなくね。あ、二人いる。あ、なんかバトってる、バトってる、あれ。おお。かわいそうだな、なんか。あ、1キルできた。ラッキー。超かわいそうなことになってるぞ。もう一緒。他見ようぜ。ヒットカズーちゃん、当たるってよもんよ。当たってることを願って俺は、打ち続ける。ん？ん？近い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 、リヒト。これエリアのど真ん中だぞ。世界の中心になる。あんなさ、室内にスモーク焚きすぎたらさ、死ぬよね、普通に。酸欠で死ぬわ。普通に肺炎になって死にそう。肺炎ってそんなすぐなるもんだろ。よくさ、まあまあ、時間はかなりかかると思うけどさ、その、アスベストみたいな。終わった後、この戦闘でドンカツしてもさ、ドンカツしちゃうと死ぬぞ。煙吸い込みすぎるとみたいな。やった。もういいっす。格殺いるよ、格殺。いや、無理無理無理。もう、無理。絶対無理、絶対無理、もう。格殺は。おお、近いぞ。近い、近い。別方向。距離感全然わからんだが、銃声の。わかんないね。あ。お、山上。NW。NW の山上だと思う、今の銃声。今撃たれたのは。え、あれ敵じゃねってか。やった。やった。よし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 。うわぁ、家じゃん、これ。どうする？よ、行こう。家取る？取んない？大丈夫、取れるんじゃね？オッケー。どうだろう、もう入られてるの。ここまで開けたら多分 100% 撃たれるよこれ。で、あと6人入るわ。どこ？家の中？この家の中、この黄色の木の。あ、いないかも。あれ？いないじゃん。いないわ。あれ？なんだ今の。あ、ね、気のせいだったかも。どこ？全然わかんなくね。これって遮蔽なのかな、これ。いた、SS、あの岩の裏。見えた。リキ、あの敵エイムしてる。そこ危ない。引いて。あ SS 違うか、 SESE 分かった。もうさ、もう補足できたわ全部。あー、待って、今いるよ。オッケー、一発当てた。あいつもう死ぬよ。一人気絶。ナイスナイス、殺されたあと一人。どこ？スモークたかれたね。出てくる。グレイな。持ってない。制圧射撃。これがバトルフィールド。やったナイス。グローザ強さ、プレッサーグローザ。クソ強いわ、このゾンビの組み合わせ。GG。